はい、皆さんおはようございます。今日はね、久々に、自宅のね、書斎で、収録してるわけですけども、まあ、昨日もね、ちょっと午後から、いろんな会合があってね、まあ、一つはね、まあ、言っちゃっていいのかな、元ね、横浜市長の中田宏さんと、ですね、まあ、このね、YouTube でも、ね、配信したんですけども、まあ、もうすごい長い付き合いなんだよね。で、そういう中でですね、まあ、今後、ね、また来年に選挙になるんだけども、まあ、その上でね、やっぱりどういうことが政治家に対して必要なのかっていうね、ご意見をだいぶ出させていただいて、なるほどということでですね、まあ、いろんな政策をね、まあ、これからちょっと考えていこうやなんてことで、まあ、話は終わって、まあ、その後ですね、某、超大手のね、方のその退職送別会っていうのかな、まあ、それに一応ね、呼ばれて参加させていただいたんだけども、もうね、すごいんですよ。今ね、常務取締役なんだけど、それが今度ね、専務に昇、ね、その昇格するから決まったわけよ。そしたら、潔くね、辞めちゃったわけ。で、当然、周りから見たらさ、なんかあったんじゃないかと思うじゃないですか。で、まあ、昨日もそういう意見がね、出てたんだけど、まあ、真意をね、聞いてみると、結局ね、今、常務で、今度、専務になるとね、今現在65歳なんだけど、75まで、仕事を続けることになるということで、やっぱ節目というのをね、つけたかったんだっていうのが本当の真意らしくて、で、まあ、僕もそうだよね、実は60で、リタイアしてですね、まあ、家賃収入でね、自分食べれるように、自分のね、人生設計してきたわけだけども、そういう意味ではね、節目っていうのをね、そろそろ考えるっていう時期があるわけじゃん。で、僕の場合は、ちょうどね、30の初めに、まあ、大体自分がどんなことをやるのかとか、いろんなことが計画ができているけども、要は、どっかの段階でね、自分の目標設定っていうのをしたわけだよね。だから60歳で、まあ、リタイアして、で、生活に困らないように、まあ、不動産投資をしてね、で、まあ、サラリーマン時代に、大体5億円くらい、不動産投資をして、で、結果的にリタイアした時には、ローンの返済が終わって、60歳からは、年間2800万円のね、手取りですよ、の所得があるっていう計画をしてやってきたんだけども、まあ、ことごとく、その 計画が崩れてですね、やっぱり実業からね、抜けらんないな、ということで、で、まあ、結局また実業の世界をね、続けてるんだけども、まあ、これはね、この間全部勘定したらですね、会社23社やってんですよ、その短い期間でね、前職のサラリーマン終わって、いわゆる41の時にですね、まあ、別に辞めるつもりなかったんだけど、まあ、ちょっと事情があって、やっぱり彼のように急にね、辞めるようになっちゃったわけ。で、それはね、何かっていうと、その仕事の中で譲れるものと譲れないものがあったわけで、僕はね、その経営者とはすごい仲良く仕事してたんだけども、ちょっと方針でね、譲れないところがあったわけで、もうそれだったらね、もういいやってことで、まあ、なんとなくね、当時は、テレビの番組も出させていただいたし、まあ、講演活動でね、講演料も過大な、金額いただいたし、本もね、そこそこ売れてたし、まあ、そう考えるとね、まあ、いろんな意味で、ね、まあ、当然家賃収入もあったし、まあ、これだったらリタイアできるなと思って、ですね、41で1回リタイアしたんですよ。だけど、やっぱりね、なんていうかな、今結構ね、なんていうの、ファイヤーとか言ってね、なんか、リタイアして、なんか遊びに行ったりしてる人たちいるけども、目的って何だろうってことを、やっぱりね、我々経営感覚を持つ人間っていうのは、やっぱり目的をね、持たないとね、なんか不安になっちゃうんだよね。で、それでまあ結局ね、その会社を作って、一発目は3社、
作って、そこからこの関連会社作っていろんな形でやってきて、で中では経営者が育ったやつはね、どんどんその経営者の方に権限移譲してみたいなことやってきて、でいろんな経験させていただいてるわけだよね。で昨日の方もね、昨日の方は同じ会社でずっとやってきて、常務にまで上り詰めて、で今度は専務になるってことで、判断して、会社を退職してしまった。で今後何するんですかって話聞いたら、まだ白紙ですみたいなこと言ってんだよね。でやっぱりその中で、なんか僕のことを結構なんか気に入ってくれてるみたいで、まあ、倉橋さんのようなその実業の世界でね、一度はやってみたいんだと。でただもう一回リタイアして、で、ね、そのやりたいことだけやりたいんだと。で今いるその超大手のね、その会社の常務をやってると、要するに会いたい人もねいるけれども、会いたくない人もいるらしいんだよね。まあいろいろその立場上を会わなきゃいけない人っているらしいんですよ。でそれがやっぱりね、ね65になって、選択肢としてね正しいかどうかっていうことを考えちゃったらしいんだよね。なるほどなと、いうことで、まあ、そういえば僕もそうだよねと、まあ、今回ね、シーフネッツグループの今会長やってるけども、まあ今はね後任にどんどん仕事を引き渡してるし、あとほら前はねそのいろんな方が僕のとこ相談来てね、やってきたんだけども、僕じゃなくてもいい人っていっぱいいるわけですよ。まあ大体8割9割はさ、僕じゃなくてもいいわけですよ。もっとね周りの社員が育ってきてるわけだから、まあ、そこでね個別相談なんかやった方が、例えば金融機関の事情だとか、まあ、どこが今ね有利なところだとか、まあ、いうところでいくと現場の方が詳しいわけだよね。もちろん物件についてもそうだ。だからそういうことを考えてると、やっぱり今回の、まあ、会長職に、ね、なってよかったと思う一方ね、一方というか良かったのと合わせて、まあ、今回ねそのこの地元で、今この三浦市のね、三崎という町で、今度は湘南信用金庫のね、三崎店を購入して、そこを今本社に構えた途端にですね、まあ、いろんな方がまたいろいろね相談に来たりすることになって、これはこれでねすごく好きな仕事なんで、やらさせていただいてるし、あとは今三崎塾っていうね三崎の宿って書いて三崎塾、ね、これ検索してもらうと分かるけれども、この三崎塾っていうね、古民家を再生したいわゆる分散型旅館っていうのをね始めたんですよ。でこれがね思わぬ調子の良さでね、稼働率 70% 近くなんですよ。で日本中のこう旅館の稼働率考えると、まあ、32-33% かなの稼働率なんだけど、まあ、大体倍近くの稼働率を誇っているということであれば、まあ、非常にいいんじゃないかなと。でこれも社会性があってですね、結局ねこの昔のこの下町のところで、古民家がいっぱいあるんだけども、これを壊してね建て売り屋さんがどんどん建て売りしてしまうから、町の風景がねどんどん変わっちゃうわけで、そこで、僕が考えたのはやっぱりその古きね良き時代というか先代の人たちがね育て上げた町並みを、やっぱりここでね壊してスクラップ&ビルドじゃなくて、それをですね将来のまた50年100年つなげる事業というので、考えたのがこの三崎塾っていうねやつなんだけども、まあ、ここに今結構力を入れていて、でこの間もね全国の不動産屋さんが一応研修で来ていただいて、まあ、今度また7月末かなにはね、これまたアイレムっていうね、アイレムジャパンっていうちょっと優秀なね不動産の組織なんだけども、まあ、そこの人たちがね、ぜひ視察ということで、来ていただくわけだけども、まあ、そういうね形でどん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 こうこの僕たちのノウハウってものがこう日本全国に広がってきて、でね本当は価値のあるものを要するに無価値にねするような今のなんとか空き家とかね古民家ってあるじゃないですか。でこれを要するに再生できた場合、まあ、日本の財産をそのまんまね要するに新たな
形で、利用できるというね、これも多分どうだろうね、日本全国で結構うちは先進的な考えでやってるんじゃないかなと思いますね。もう実際き来て泊まっていただくと分かるけれども、もう完全なね、その異次元の空間を、まあ、演出してるわけだよね。でプロデュースも全部僕がやってるわけだから、ね、なんとなくこうセンスもね見ていただきたいなと思うんだけどさ、まあ、そんなことをやりながらね、やってきてて、で、まあ、僕の話になっちゃったけど、その方は要するにね、やっぱりその区切りというものをね、大事にしていて、まあ、大体そのなんかお金としてはね、まあ、一生食べるには足りる、もう資産もできたし、ね、あと昨日は子供お子さんもね、ご一緒に、いらっしゃってたけども、その方もねどんどん成長してるわけだよね。で僕たちもやっぱりね、孫は子供が5人もいて、孫は8人もいるわけだよね。その若者の成長をこう、ね、見極めたり能力を伸ばしてあげたりするのは親の役目だと思うんだよね。だからそういう面でいくとね、やっぱりなんていうかな、65ってさ、やっぱ節目だなと思っていて、で、ね、昔はさ、だって、ね、うちの親父なんて公務員ね、定年退職55歳ですよ。で55歳なのになんか早期退職の声がかかった途端に手を挙げてね、52かなんかで退職しちゃってさ、その後ゲートボールに打ち込んじゃって新聞にね、いっぱい出てましたからね、その倉橋、監督率いるどこどこがどこで優勝したみたいなさ、新聞に出ててね、日本全国でね飛び回ってたんだよね。いやだから人間って面白いなと思ってね、考えてるわけだけども、まあ今はどうだろうね、我々から見るとその60歳65歳っていうのがまあ、一つの節目と考えると、その後の人生ってことをやっぱさ、早く考えてたやつが勝ちだろうなと思っているわけで、今ね、僕もね今度66でしょ。で今ね一つ大きな仕事もやらさせていただいてるし、あと小さい仕事もね2、3やらさせてもらってるけども、まあ、そういうそのさ仕事っていうのはね、やっぱさ僕思うんだけど、人間さ生きてる間はさ自分の役割とかね役目とかいうのがあるんだろうなと、でそれがねあるがためにね生かされてるっていう物事の考え方は重要だなと思っていて、でまた僕のようにねもういくつも会社やって、ね、不動産投資も行って、あとはね建設会社不動産会社のねコンサルも行って、なんとなくさこうその会社がね成長していくっていうこのを見るとね、やっぱりさ会社とか、まあ、生き方もそうだけど考え方でできてるわけだよね。だから考え方が間違えてると確実に仕事ってダメになるよね。でやっぱりその物事の考え方でできてるわけだから、考え方を教育するだけでね会社って変わるんですよ。あともう一つはね、その技術があってもね、その衣装がダメだったらダメだとかね、まあちょっとしたことなんだけど気がつかない経営者って多いんだよね。まあ、そんな感じでね、最近はもう辞めちゃったけどね、うちのシーフネッツっていう会社は創業当時はね経営コンサルが始まってるんですよ。だから経営のコンサルもね、まあ、今後少し、ね、ご要望があればやってみようかなとかね今考えていて、まあまあまだまだやりたいことがね足元にもいっぱいあるんだけども、この年になってさ夢が広がってるってすごいよね。で昨日ねその方のその送別会で、まあ30人くらいいたかな。でそういう中で、僕は全くねつながりになる人って、1人しかいなかったんだけど、要するにそれからだんだん輪が広がってきて、そうなんだとか言って僕の知り合いがその知り合いだったりで、いうことがあったりするので、まあ人間っていうのはそのなんとかな、ずっとさ恨まれない生き方をしてきたっていうのはやっぱり良かったんだろうなと。だからねその、まあ、仕事もそうだし生き方もそうだけども、やっぱりさこの周りの人たちがねやっぱり
ね、あ、倉橋さんですかって言ってね、いや、初めてお会いします、噂は金がね、聞いてますみたいなね、ことで、言ってくれるっていうのはね、非常に、なんとかな、やっぱりこう生きてきたね、その中で、変な鉄は踏んでなかったなというふうに思うんだよね。まあそんなことで、ね、今日もこれからまた仕事なんだけども、やっぱりね、皆さん、まあ、おいくつの方が、まあ、大体ね、同年代の人多いみたいなんだよ、このチャンネル聞いてる人はね。で、若い人もね、0.8% から、ね、35までは、含めると12%ぐらい聞いてるんで、そういう方はね、ぜひちょっとね、せっかくなんで、自分の節目というのをね、どこに設定して、ね、その後何をしてるのかってこともね、決めていた方が、覚悟はできていいんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そんなことをね、思いついた昨日の、まあ、ある方の退職のね、送別会でした。まあ、そんなことで、今日はね、実は、また若い人が何かをね、したいということで、ご相談に見えるんで、それについてね、ちょっと僕のまた、経験則上のね、アドバイスを差し上げて、みたいと思ってます。ということで、ね、今、個別相談、また少しずつ入ってきてるんで、ね、お急ぎいただければね、ぜひ、いらっしゃっていただければいいんじゃないかと思います。あ、自宅なんでまたね、来客がありましたんで、それではまた。